皆さんこんにちは、円バカデロ藤井です。円バカデロデベロッパー TV の時間になりました。ウェブセミナー未満トークショー以上ということで、本日も開発者の皆さんにとって旬な話題を取り上げてまいりたいと思います。よろしくお願いします。本日もですね、私藤井と、エヴァンジェリストの高橋の2名でお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、今日のテーマはですね、ニューイヤーキックオフということでお送りしてまいります。それだけだとやっぱり何なんで、ちょっとまあ途中でテクニカルなクイズなんかも用意していてですね、技術的にもちょっとお楽しみいただけるような内容も入っているということですね。キックオフについてはですね、今回は1月の12日から14日というですね、3日間、はい、でホテルに缶詰になる。そうですね。で、まあ、いきなり写真ですけれども、空港ですね、最初、まあ、いろんなルート、今、夜中の12時過ぎに出て、サンフランシスコに着くのは夕方。うん、で、あとは、普通に成田から夕方で着くのは午前中になるんですよね、サンフランシスコ。うん、そうですね、10時ちょっと前ぐらいに着いて。その日やることないんで、観光ですか。観光しないでホテル入って寝ちゃうと、もう自作ボケ治んないんで、まあ、とにかく起きてるためにどっかで歩いてるというようなことになるんですね。これが今回のホテルですね。なんかちょっと、ゴージャスというか。会議の会場兼宿泊施設、うん。そうですね。会場はこんな感じですね。各国の人がこう集まって、これ始まる前ですよね。うん。初日始まる前だから、これ、8時ちょっと前ですよね。7時40分とか50分とかそうなんですよ、うん。もうみんな集まって、ワイワイ。8時からミーティングが始まると思う。はい。そうですね。で、これちょっとピンボケになってますけども、CEO のウェイン・ウィリアムズですね。彼が、まあ、最初に、まあ、キーノートということでプレゼントしまして、まあ、去年の結果とあと今年の抱負みたいな話ですね。大きな、まあ、でお話をするというような感じです。で、こちらが、製品担当の副社長のマイケル・スイデル。日本にも、まあ、彼も来たことがあると思いますけども、まあ、製品についての、今年の戦略というか、いろいろな話をしてきまして。まあ、全部はお話できないんですけども、今年どういうところにフォーカスをするかというような話が、出ておりまして。で、これまで、まあ、2011年、デルファイの64ビット対応を行ったりとか、Mac 対応、デルファイでシップラバーの Mac 対応したり、それから、デルファイ iOS 対応してきたりとか、ということで、まあ、方向性がだいぶ、こう、定まってきつつある中で、今後どうしていくかっていうところが、まあ、いくつか語られて、でまあ、その中でやっぱり今後のトレンドをどういうふうにキャッチアップしていくかっていうところが大きい話でしたよね。はい。はい、で、なんでクイズなのかって言って、まあ今言ったように LLVM とか ARM プロセッサーの話はもちろん大事なんですけども、そこに行くまでに、これまで皆さん使ってきた Intel プロセッサーですね、もうちょっとローレベルの話でも復習がてらですね、クイズ形式で勉強しようかなという。なるほど。一つ目、これは C、C++ で、16ビットとか32ビットとか64ビットのサイズの変数。もちろん、イントとか、ショートとか、ロングとか、ダブル、いろいろあるんですけども、プラットフォームに、移動しないですね、サイズが決まっている、その、型があるんですね。int16t とかですね。int32。それの符号なしっていうのもあるので、それぞれの変数を使って、ちょっと実験をしてみたいと思います。はい、一つ目。9.1 のその C++ のコードと全く同じようなコードを、今度はデルファインのコンパイラー、32ビット64ビット版で、結果どっちも一緒なんですけど、それを書いて実行してみた結果がどうなるか。なるほど。三つ目ですね。三つ目は、では、アセンブラのコードを、書いていく。で、デルファイで書きます。まあ、C++ で書いてもアセンブラは一緒なので、インラインアセンブラで書いたコードの結果はどうなるか。これ一番簡単なので、皆さん絶対正解します。最後。似たようなコード、今度は64ビット版のインラインアセンブラでデルファイを使って、バスムと呼ばれるものなんですけども、それを書いて、その結果がどうなるかを、皆さんに当てていただこうと思います。なるほど。はい、ちょっとちなみにですね、ここに書いたクイズは、私が普段見ているクオリティセントラルに報告してきたユーザーの方々の、問題というか、その不具合ではないんですけども、そういう
問い合わせに対して、私がなんかいろいろやってたの、うん、ちょっとアレンジした内容なので、うん、クオリティセントラーに横に似たようなものは、どっかあるはずです。なるほど。はい。はい。じゃあ行ってみましょうか。行きましょう。一つ目は、まず C、C プラパで書きますが、何をやりたいかというと、マイナス1という数字と、それぞれのサイズの最大値、ね、65,530。マイナス1と最大値を if 文で比較してみます。感覚的に言うと、マイナス1と、まあ、65,535っていうのは違うので、この if 文は、必ず違うから、パスと表示されると思っています。うん、ですね。マイナス1と大きな数字です。マイナス1の方がちっちゃいですもんね。はい。それを16ビット、32ビット、64ビットでそれぞれ実行してみました。まあだから、感覚としてはですね、一つ目の選択肢、いきましょうか。はい。パス、パス、パスと表示されるだろう。うん。ですか？まあ一番あの素直ですよね。マイナス1と大きな整数だから、比較したらそれは違うだろうと。はい。一番かなと思う。まあ考えてください、皆さんね。はい。二つ目の選択肢。いやいや。16ビットと32ビットは確かに比較できるけど、64ビットの数字、マイナス1と、なんかすごい何桁ありますかこれ10何桁 ?CPU もビット幅決まってますからね、うん。無限になんか比較できるとは思わないから、30ビットは OK でも64ビットは失敗するだろうと。うん、どう思うか ?2 番。さあ3つ目です。これはちょっと、32ビットも失敗する。16ビットに関してだけは、最近の CPU で32ビットですよね。で16ビットの変数だから、マイナス1とさすがに65,535はわかるけども、32ビットの CPU で動かしちゃったら、やっぱり失敗するんじゃないか。はい。で、最後4つ目。全部失敗。失敗ということは、マイナス1と最大値は、CPU のレベルとかで見たら一緒だから、うん、全部一緒。マイナス1と大きな整数を比較することはできない。さあ、皆さん。で、デルファイのコードと置き換えて考えていただいても結構です。この後出てくる Q にはですね、デルファイで書いたコードも全くそのまま出てきますので。シンキングタイムですね。はい。じゃあ、シンキングタイム。はい。あ、投与されてますね。あ、そうなんです。はい、いいでしょうか。まだじゃないですか。まだ見ました。なんかこれ外れたり当たれたからしたからってなんかノベルティもらえなかったと違いますよね。それはないです。はい。皆さん安心して答えてください。間違っても見えませんのでみんなに。はい。でもデルファイと一緒です。コードは。はい。じゃあここで締めます。はい。答えは一緒。ああ、いろいろなんか分かれてますね。こんな感じです。そりゃパスパスパスって普通欲しいですよ。なんか1と4、両極端ですね。はい、正解は3番でした。一番選択された数が少なかった。はい、まあ、後でですね、解説しますので、はい、では先に行きましょうか。次も行きますか。はい。次2問目。さっきの C、C++ のコードと全く同じコードをデルファイで書き直してみました。最近のデルファイって、int16 とか uint16 とか、64ビット版とかですね。エリアスとして新しい方が増えてます。で、最大値を求めるときにはですね、はいっていう関数が、内部関数がありますので、それを使うと最大値が同じように求められます。で、同じようにマイナス1と最大値を比較しました。if 文で、さすがにマイナス1と最大値は違うと。安定できればパスと表示されます。で、それの16ビット版、32ビット版、64ビット版。デルファイコンパイラーは32ビットでも64ビット版でもどっちも同じ結果が表示されますので、CPU とコンパイラーに関係なく答えていただきます。さっきと同じです。選択肢は、まず、パス、パス、パス。デルファイは全部違うと、うん、判定してくれると。はい、2番。今度は64ビット。とはですね、もう64ビット CPU の128ビット CPU とかないから、さすがに64ビットは失敗するだろうっていうやつですね。はい、3つ目。パス、フェイル、フェイルですから、16ビットはさすがにマイナス1と65,535。
32ビット CPU とか 60CPU だから、うん、まあ成功するだけど、32ビットと64ビットに関しては失敗する。さっきの C++ と同じですね。4番目は全部失敗する。まあビット数一緒ですし、マイナス1と最大値っていうのは、本当にビットで見ると一緒だから、比較したらやっぱり一緒のはずだから、全部失敗する。はい。じゃあ、行きましょう。さあ。さっきよりも投票率が上がってますね。じゃあ、そろそろ締め切りますか。はい。じゃあ、締め切りです。お願いします。わかりました。はい。一番、比較できるはずだろう。はい。正解はということで、どれでしょう。2番でした。一番いかないですね。C ブラブラと、あと C と、まぁ、あ、ちょっと結果が違ってますね。はい、32ビットでも、うん、マイナス1と比較ができた。じゃあ3つ目です。はい。のクイズ、アセンブラでした。これは32ビットのアセンブラでございます。C、C ブラブラで、C ブラブラビデオで書いても一緒です。はい。で、何やりたいかっていうとですね、バスムテストって書いてある関数の中で、レジスター32ビット EAX を使って、で、AND の演算をして、答えが何になるかな。戻り値はですね、EAX のレジスターに変えてきて、この X という変数に格納されて、16進で表示されますので、16進でなんか、なんて言ったか表示されるはずです。で、何やりたくなってるかって、MOV というですね、命令を使って、32ビットの EAX レジスターに、10001だから、まあそういう数字を入れるわけです。で、AND はですね、論理演算なので、その EAX と、0FFFF ですね、5桁。まあ0は一つ先頭にありますけど、この、ずっと上の残りの部分は全部0なんですね。と思う。これ簡単です。これ絶対当ててくださいね。何って表示されるか、ね。まず一つ目。1って表示されるはずだ。うん、これなんか感覚的にそうですよね。2。これは、下の4つの F と上の3つの0と1。AND して1。残りのその上の1はそのまま処理してせずに残ってるというパターンです。まあ、これも正解っぽそうですね。はい、3つ目。これなんだろうな。これ親と。これの可能性もあるんですね。これは、F は、FF4 つはそのまま残って、一番上にある1も残ると。まあこれもあり得るかな、まあなさそうです。まあ AND 演算ではなさそうですね。はい。残り4つ目。いやいや、これは動かないと。バスムの問題じゃなくて、実はこのデルファイで書いたバーとか X とかインテジャーとかメソッドの読み出しとか int to hex 16の数字、このあたりに問題があって、実際には全く動かないと。これはあり得そうですね。まあ自分で合ってるコードを書いてる。だとしてもですね、動かない可能性もありますから、ね。はい。はい。じゃあ、なんて表示されるか、一番簡単です。はい。皆さんに答えていただきましょう。シンキングタイム。面白い色、分けですね。そんなに。さあ、じゃあ。はい、見てみましょうか。はい。じゃあ、まだ入ってますね。はい。はい、いいですか？閉じますよ。結果になってます。あ、一番多いのは、まあ、素直に、一番下の1だけが表示されるというパターンですね。クラッシュという方も見ました。確かにその可能性はあります。はい。じゃあ。はい。正解は、1でございました。はい。これは非常に素直な感じですね。32ビットで、AND 命令をしているか。